における広告メディアとしての iPhone というテーマでトラックデータの三沢さんからお話をいただきます。今日お話しさせていただくのがこちらにあります TGR4iPhone、iPhone 上での広告の、お話になります。まあ、iPhone アプリケーションは、App Store の中でダウンロードできるアプリになっています。で、今までのビジネスモデルとしては、Apple さんが作られた App Store の中で、有料のアプリを出すか無料のアプリを出すかという、分かれているモデルの中、広告を弊社の方で新しく日本初のサービスとして、始めさせていただきました。で現在サービスインしてから2週間ほどしか経ってないんですが、SDK のリリースは6月15日だったんですが、広告配信をスタートしたのが7月15日で、ちょうど今平均のクリック率が 7.3% で、アプリによってクリック率は変わってくるんですが、一番高いもので 9.8% ありました。で今後の予想に関しては、アメリカではだいたい 0.2% から 2.6% ぐらいのクリック率と言われているんですが、日本の場合は、最初、5% ほどで進んでいくのかなと弊社としては予想しております。現在日本ではそのスマートフォン市場が、弊社の予想では1000万円ぐらい、今年はですねという、小さいマーケットではあるんですが、今後の伸びがとても期待されておりますので、日本のプレイヤーですね、今のところ Google さんと弊社とアドモブさんが存在してまして、とても iPhone はホットなんで、今後とても注目していくべきマーケットであり、ぜひ皆さんでこのマーケットを盛り上げられればと思います。今見ていただいているのが最近私が発売したイメージ DVD なんですけれども、普段はグラビアやモデルなどの仕事もしています。ジュリーと申します。コンピューターを使ったフォトコラージュを作るカメラマンをやってまして、この写真集は4年ほど前に海外で出版して、でニューヨークやロンドンなど中国でも販売してます。今回アプリ屋さんの方から私の作品のアプリを発売してもらうことになりました。作品テーマはゲームセンターです。アプリの名前はピクセルラブです。これは私が撮った写真なんですけれども、この私がゲームをテーマに撮った写真の上にユーザーの方にタッチしていただいて、動いて弾けるかわいい感じのスタンプを重ねて楽しめる写真集になっています。女性の視点で撮ったセクシーな中にもキュートさ、ポップさもあるファッショングラビアの写真をセレクトしてますので、男性だけでなく女性にも見ていただきたいと思っています。次回は8月の上旬頃を予定しています。よろしくお願いいたします。メディアフォークリエイターということで、日本のクリエイターを世界に発信しましょうということで、このタトゥー、入れ墨をデザインしているアーティストがアプリを出したと、1ヶ月ぐらいで25カ国でダウンロードされました。未来館という時計を出しました。これはまだ2週間ぐらいで17カ国でダウンロードされています。こうやって続々とアーティストが、自分たちの画像、それからテキストなど自分のアプリに関する情報をウェブから、申し込めるようになっています。ウェブに画像を入れる、音楽を入れる、テキストを入れるということで、アプリが1週間ここからには世界販売されるというシステムを5万円で提供しております。アプリの乗っける、こういうコンテンツアプリケーションテンプレートというのは今現在10個用意されています。サムライガール、ジュリちゃんが使ったのこの上の段の 右のやつですね。音楽を乗っけて、自分の写真集が出てきて、そこに、いろいろな
遊べるグラフィック機能がついています。これに関しては、まあ、あの今月、あと1週間ぐらいで、3つほどアーティストの予定が出ています。この前あの、ロフトワークとアプリコンテストをやったんですけど、350名の応募がありました。データがこの iPhone 業界に入っていて、非常になんかすごくものを作るっていう意味では、なんかすごくいい感じの、環境ができつつあるなと思うので、引き続き、この辺のジャンルは、拡大していきたいなと思っています。今回の受賞者の部分に関しては、アートリミックスという、それぞれのアーティストがバラバラで出したグラフィックをユーザーが自分でミックスしたものを、まあ、受験したりとか友達に見せたりとかして自慢できるようなアプリと、まあ、カレンダーですね、アートカレンダーということで自分の好きなアーティストの画像をカレンダーに設定するということで、これ無料で2本提供します。来月以降もまた、テーマを定めながら、やっていこうと考えています。年間のテーマを今こう立てているんですが、どうしましょうか。まあ次回のご紹介の時に、きちっと、8月の、ギャップブリーフィングのご案内の時に年間の予定もまとめて、提示できると思いますので、ぜひ楽しみに、毎月いらしていただけると、これからの未来を少し考えていければいいんじゃないかなと思っています。